ても仕方がないと思うじゃないですか。そうそうそう。でもこの子たちは多分仕方がないなんて気持ちはないと思うんですね。そうだね、うん、人間がもういいからやめて帰るぞと、それであって、うん、本人たちはそういう意識はない。うん、そのそれこそ自分が動ける限りは続く。そうです、そうです、ですよね。うん、兵庫県伊丹市を出発しまして、救助犬5頭と隊員、3名合流しましてここにやってまいりました。今日の、ICS の感想なんですけども、我々の現場に行くのに今まで本当に苦労してきました。18年間海外とも国内とも頑張ってきましたけども、救助犬の存在が知られてないためにですね、断られる場合が多いです。自衛隊、消防、プロの方おられますから、警察でやっていくということで、そういう今までの悔しさというのがありまして、近年でいうと大島町のですね、災害もそうでしたけども、こういう団体とともにやっていくということが非常に希望も持てますし、こんなに救助犬のことがですね、表に出していただけるということが本当にもありがたいと思います。日本捜索救助犬協会です。だんだんですね、私たちが、救助犬団体を作りましてから10年に今年でなります。犬はいい犬を作らなければ現場には出れません。皆さん の被災者の命がかかっておりますのでね、そういった意味で日頃から訓練を積んでおります。訓練をしても現場に出していただけなければまた働く場面はありません。普段ものすごい欲がある子、そういう子でやっと持つ、あるいは非常にその精神力が強くて、普段一生懸命何でも耐えながら物事をこなしていて、行った時には淡々と仕事をこなす。で、東日本の時にはそうやって淡々と仕事をこなした子が発見しましたから、うん、あ、そう、そう、もう淡々と、あ、もう瓦礫の上に登り、匂いを取り、土手を歩き、匂いを取り、民家の周りを歩き、匂いを取り、川のところや海のところを歩き、匂いを取り、うん、それで人が探せないところで発見するという、そう、ね、はい、それを続けていくには、その犬、ワンちゃん自体の欲が、もう見つけるんだっていう欲が必要なんだね。自分が今何をしているのかしなきゃならないのかっていう、それをしっかり理解して、だから逆にそのリラックスされた時にはしっかりリラックスさせなきゃいけない。そうです、そうです、そうです。褒めるときにはいっぱい褒めて、そう、ダメなものはダメとちゃんと教える。そうね、はい、それ人間と一緒かな。一緒です、一緒です。一緒ね、一緒です。ですよね、です。一緒、もう本当に人間と一緒です。本来は15分とか30分とかって働いたらもうリラックスさせて他の子と交代すると。そうですね、ただ山屋なんかとか一般のそこの行方不明者、はい、4、5時間平気で歩きますからね。そうですね、うん、それはやっぱり自分が見つけるという、そうだと思います、欲があるんだね、うん、それで発見しないともう終わりと言われても帰らないと悔しいの。あ、悔しいんだ。帰らないという時ありますよ。なるほど、ね、車に乗らないと。なるほどね、うん、まだ終わってないんだと、うん、それは人間よりも諦めが悪いかもしれないね。もう人間はね、もう仕方がないと思うじゃないですか。そうそうそう。でもこの子たちは多分仕方がないなんて気持ちはないと思うんですね。そうだね、うん、人間がもういいからやめて帰るぞと、うん、それであって、うん、本人たちはそういう意識はない、うん、それこそ自分が動ける限りは続く。そうです、そうです、ですよね、うん。